どうも皆さんこんにちは、リコルンです。いやー見てくださいよ。いやーちょっとね、また買ってきたんですけど、途中よ、さっき動画撮っててバカ負けてさ、もうねメンタルやられそうだったんだけど、ちょっと配信をしてちょっとリフレッシュして戻ってきましたここにということで今からちょっとやっていきたいなと思うんですけど、まあ相変わらずこれでやってます。行きましょう。まあ、ただあれだね、だいぶおすすめはしないこのデッキ。なんでかっていうと、エレジャイメラーに勝てない、三重士にも勝てない、この2つ結構多いです、ミラーが強いから。だからおすすめは全くしないです。ラバー使って、まあみんながねおすすめだよって俺に言ってくれるのがあれなんですよ、ラバル、ババア墓石のラバル、あれがまあ今季おすすめですよってみんな言ってます。みんな言ってるけど、ちょ俺前使った時にすげえトロ落ちちゃったんで、ラバルが多分下手なんだろうね俺がね。なんでちょっと使ってないです。でジャイスキラっぽいね相手ね。なんでまあここ、わーちげえじゃん、ちげえじゃん。いやこれフリーズまで来そうか、どこにターゲット行ってんだ。いや来ないけど一発入る、いてー。まあしょうがないな今のはな、リガーちょっと余計だったか。さあただライドラ使った、いやこれさ対空がもう一つ、いやただ今回あれだね、相手の特徴なのがスケーブ入ってるところだね。ちょっとね一回落ち着いて。さあこれはスケドラで許容しますかね。フリーズ来んのかな、まあ、来たら来たで美味しいな。さあ来ないよねさすがにね。でライドラ使ったんで、まあベビーだったらホバー追加するし、まあそうだよね、これはホバーで射抜いてあげながら、これねあれだわ、スケキン行くわここ。ほんでちょっと頑張ってもらいの、これでディガーかな、どうせあれが何かが来るんで。あオッケーオッケー、とりあえず一歩折れたね。ディガーやんなくても折れたかもな普通に。あーでもそのライドラ美味しいね、ガチ美味しいかもそのライドラは。いやー削るところまで削ってナイス。さあここで、あライドラ回収してからでもよかったけど、まあここで一旦ねタルババか何かを、あタルババがあれになってるんだ。いやースケキン優秀かとよお前マジで。あやべえこれメガを切っちゃうと良くないかもしれないけど、まあまあいいでしょう。あこれはねどうしようかな、まあ、これインドラのターゲットを取らないことには始まんないかな。いや良くないかなこれ。さあそんでこれはディガーかな、よいしょ。さあディガーでターゲット取りながらこっちでメガ5で、どこにフリーズが来るのって話だけど、さあそこに出すとメガ5が今度止まらない。いやいいね、守りきって、さあランバーバルーンが来てもいいようにスケキン出してこっちに、でこれはもうランバーが来てもいいようにしてね。さあオッケーオッケー、いいよいいよ、ちょっと波が来てる、波が来てますね。オッケーオッケーオッケー。さあ少し雑談しようか。あのね、バイト終わりなんですよ。で今配信もしてたんで、最初0時ぐらいにちゃんと撮ってたんだよ、0時ぐらいに撮ってたんだけど、あまりにも負けすぎてボツにして、でもう一回撮ってんだけど、そうバイト終わりで、明日も朝からってか11時ぐらいからバイトあるからさ、早くやりたいあれなんだけど、寝たいんですけど、にょっ、オッケーオッケーオッケー、にょが大事で、そう何話そうと思ったんですけど、そのバイトの話か。なんかバイトがね、なんか新しい店長が来たんですよ、新しい店長来たんですけど、これいや走られちゃった。いやあでもいい感じ、ちょいい感じですか。これもう一発、あーいいねいいね、オッケーオッケー。さあこれはバレルが来るか、バレル来たらスケキン、いやホバ、迷いどころだな。そう新しい店長来たんだけどこれスケキンだなさすがに。であれでしょう、ファイボとかないと思うんだよな俺、あるのかな。右側に斜めまで使っちゃうかこれで、よいしょ、
オッケーオッケー。いやそれで止まるの熱いね。スケドラがちょっと入るかな。オッケーオッケー。でなんならスケドラちょっと殴ってくれればもう一発。これはいや墓石置いた方が良かったな。普通に墓石置いた方が良かったね。これはちょっとあんまり良くない受けになっちゃったけど、新しい店長が来て初日か次の日ぐらいに、あのバイトのもともと3、4年ぐらいそこで働いてる女の子と、もう一番のベテランだよね、その子と付き合うっていう。いやもう今日もその二人とあれだったんだけどさ、バチクソにやりづれ本当に変なところで気使うからね。なんかさ俺だけさなんか違う方に行かされるんですよ。なんかあなたはそこ担当ねみたいな。で二人は何してるかどこにいるかっていうと、同じ部署っていうか同じところにいて、なんか料理の提供とかそういうのやったりするんですよ。いやーハブねと思って、それがさちょっとやりづらくて、あやばいですねこれ。やなめ使いますか。いやデリバリーきつくね今思ったけど、いやまあそんなことにもめげずにやってくんだけどよいしょ。さあこれはどうしよう。これもうちょっとこれで攻めるしかないな、あんまり。あーなるほどね。さあここはまあちゃんとね置いてね、走られるけど、あそれはやばい、ちょ待ってそれはやばい普通に。あ終わったくね。あはははははは、いやマジでガチで気狂いそう本当に。あ終わったわジジイ。おいマジ気狂うってガチでやだ。いや昨日さ、ちなみになんですけど、ちなみにっていうかもうなんか本当になんかもう雑談みたいな感じでいくよ本当にもうなんか昨日夜景見に行ったんですよ、ドライブして。で夜景、まあ、いいんですよ、すごい天気も、いや天気は良くなかったな、星とかは見えなかったのよ、雲で見えなかった。いやこれさもうボンバーマジでもうエレジャイミラーの香りしかしないもんな。そういやーそうっぽいな。いや手札回して、いやラバないのいて。そうでね、まあ天気は良くなかったは良くなかったんだけど、うわわかんねえ。だけどまあ曇りだったんだけどいい感じの風とか吹いててすごい涼しかった。うんだけど外じゃん夜景見るのって。あれだったね、蚊が、俺めっちゃ蚊に刺されねえのよ、やべえって話する、これやべえって話するマジでやばい、あいつのスキル溜まるって。しかも何がダメだった俺教えてほしい、何がダメだったか教えてほしいガチで。待って、これはでも普通に勝ちたいな、エレジャイじゃないしな、エレジャイミラーだし。おーすごい、もうさこの時間だから宅急便になるか。あーこれは相手何がダメだった、ホバ追加ダメだったか、ホバ追加ダメだったね。いやミラーあんのか、カットします。にゃーうわあ！ガチ埋まってる。ほんとさっきからずっとこのテンション。ほんとやだ。マジでさ、どうしよう。まあ今はまだ2連敗なんで、まだ沼ってるとは言えないかもしれないんですけど、もうなんか気分はそんな感じだよね。マジで。いやー、カバー来るのか。まあ来るか。まあこれはしっかりこっちはダメかな。いやー、こうなるとさ、あそこが止めらんないのよ。どうしようかな、これ。これはメガゴ。よいしょ、後ろからやって、あれに対しては打っただけなんかな。あーなるほどね、カバーくんのかこれ。いやーこれは打っても意味ないな、スキルなんで。ここは一旦打たないで、今回ただ今2つ付き合ってくれたんですよ、付き合ってくれたの、プリンとあれを。なんでここはラバでターゲット取ってあげて、で逆サイ来たら無視かな。あーこれあれまで来るね多分、あれまでアウトローまで来ると思う。なんでバレルまで来たら美味しいけどね、あんなら逆に。
いや、これさ、ホバ抜かれねえよな。ホバ抜かれたら嫌だ。いや、突進しないで。やめろ。ホバ生きろ。生きねえか。あー、渋いねえ。心を整えよ。心を整えます。キャー使ってまたプリンかな。同彩の方がいいのかな、これ。迷うな。まあ、とりあえずメガゴ出して、逆サイにプリンかな。同彩は美味しい。これはラバー行ってあげて、で、ここ来たら、スキキンかなんかで、許容かな。いや、こっからはね、こっからはマイタイムなのよ、言うて。また、さっきの感じでやってあげて、さあ、これはね、スケキンだな。あー、それ結構美味しいな。あー、美味しいな、これ。これ、穴埋め打ってあげて、こっちに、これやりながら、こうなんですよ。こういうこと。両サイ攻める。これで右のホバが入ってる。あー、いいね。まあ、ハセビありがとう。心を整えられたガチで。さあ、これは、あ、やばい、それ。あ、やばい。はい。守れた？守れてくれよ。危ねえ！ちょ、待って待って。危ない、危ない。ほい。いや、守れたね。危なー。オッケーオッケー、じいじ。よし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 。いや、これに関して相性いいはずだからね。しっかり勝っていきたいよ。もう。63に戻ってきました。いや、64行って、64で今数字つくのかな。それがまた微妙なところだけど、さっきまですごいね、いいところ5000とかは言ってないんだけど。いや、今期こそね、もっと更新したい数字とかいろいろ。これは奥で、スケキン出して、クエイクが来るよね。強いな、それ。俺も攻めるしかない、ここ。頑張って攻めるけど。いや、強い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 。わあ、これなんだよ。これがね、おすすめできないポイント。まして勝てねえんだよな、エレジャイに。いや、頑張って防衛してあれだからね。これはしょうがない。もうね、しょうがないです、このデッキ使ってる上では。だけど他にね、俺がこれ以外使えないっていうのがね、問題なんだよ。ちょっと頑張ってみます？じゃあ。そんなに言うならみんなが。いや、そう、しょうがないな、マジで。今回だけだよ。さあ、まあ、ちょっともう、さっきね、配信ではね、もうこのデッキしか使えないから、これだけ使うって言って豪語してたんですけどね。ただ、最近のね、エレジャイミラーの悪いところ、メガゴさっき言ったじゃないですか。メガゴ入れんのよ、奴ら。で、メガゴミラーとか出してくんの。あー、強い。メガゴなんてめちゃめちゃ強いからね。ほんとに。バカほど強いから。やべえよ。テンションが、おかしいか？あ、ちょっと。でね、これメガゴ出していいな。メガゴで、ちょっと頭から殴ってあげて、もう一発？さらにもう一発？いいね。で、ここはね、墓石をちょっと温存したいね。スケラっぽいんだよな。違いました。 すいません。違いました。あれでした。さあ、ここ、穴埋めしか使ってないのは痛いけど、まあ、ちょっとラバからの
バルーンいっちゃいます。今だってザッピー使ってロイホグ1で柳目2でしょ。あれ違いました、何か切ってたわ。うん、どうしようかな。これスケブラ追加からのホバか、違うわ、ファイボか。それでザッピーがこれでまあ一発は入るでしょさすがに。うん、届けてあげて。いやー、そのさ一匹優秀だなこれ。待って全然考えてなかったけど、痛い。いやー、これおられんね。すいません。まあラバからだな。どう追加したらいいんだろう。いやー、ファイボヤナメってのがね、この相手の嫌なところ。これはスケドラをセパしてあげて、さっきババで守ればよかったかな。反省です。ちょっとでホバにやる、こっちだな。あ、それ美味しい、マジで。これさ、ホバでやれるし。あ、これはいいわ。あ、待って、それ見えました、隙の糸。あ、だいぶ隙の糸それ。あ、これ後ろからラバ展開でした。相手も隙の糸見えそう。いや、でもこれラバがさバカほどいるじゃん。いや、これはもう行ってあげて、ファイボですよ。構えますよ我は。構えるぞー、一発入れ。いやー、ヤナメが強いね。さあ、メガーガー取っておきたいけどね。よいしょよいしょ。さあ、ただここで合格って言ったらいいの。まあ五分五分。はいはいはい。で、これに関してはね、まあ馬場がいるんで守れはすると思うんだよ。守れるよね。これ馬場使わないとダメだな。これはラバ行きます。で、これババがいるからあれも出しづらいんだよな多分。ザップ来た、これは来た。おい、はい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 。いや、やっぱラバー使いはこれなのかな、今期は。これなのかもしれないです。おすすめしますこのデッキを。わあ、やっぱペッカ、このペッカのあれがいいのかもね。ペッカのあれがいいのかもしれないと思ってきたよ。さあ、ちょっとこれ6、4行くまで頑張りたいよねこの動画だけど、こんなに動画の時間長くしていいのかなっていうのがあるんで、この次勝ったら終わりにしようか。次勝ったら終わりにすることにします。ちょっと編集大変になっちゃうからね、動画時間長いと。なんかだいぶ緩い動画になっちゃった。まあいいか。なんかちょっとでも解説してみる、頑張ってみましょうか。いや、これね、ちょっとこの手札待ちたい。すげえ待ちたいんだけど、ショテラバは行きたくないよね、この。行っていいのかな、バルーンないもんな。メガゴから行きますか。ちょっとメガゴで手札回したいかもしれないと思っちゃった。いや、どうしよう。良くないかな。これなんか左側に来たら、早く来いよインドラ、早く来いよお前マジで。タワーにも巻き込みたいからね。よし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 。ここもスケドラで押してもらって、いやー、いったねー。よし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 、相手さんありがとう。ザップ打ちます。これは。よい。2圧入りますね。2圧入りましたよ、皆さん。どうするよ。縮小会でもあげる？オッケーオッケー。ただ相手のデッキがわかんないね。バルーンなんかな？墓石でも様子見ます。ちょっと高めの墓石。からの、さあ、ラバー。
トルネでしょ、タルババもあった。フリーズ来るな、これ。全然許容。相手はインドラで回収したいはず。ここザップ打って、これは行くでしょう、さすがに。トルネがあんのか、これやばいか、もしや。これフリーズ切った配合はないよね、なんでインドラだけ。相手守りきるつもりか、あれを。いやー、だとしたらこのバルーンは良くなかったかもしれない。トルネがあるからここは落ち着きましょう。でちょっと最先にメガゴで殴って、これはザップかな、ザップで。はい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 、これはねキングアクティベートだから、これは守れそう。ちゃんとしっかりとスケドラもかからない位置にやってあげて。オッケーオッケー。わー怖いねー、おー怖っ。一切わかんないよね、誰の真似か。一応言っときますか、キザルです。びっくり、大丈夫、びっくりしないで。これはさ、どうするべき。よいしょ、ちょ、一旦様子見。いいザップなんじゃないでしょうか。いや、メガゴからやれちゃってるのか。ザップ早く回したい。いや、これファイブでいいな。全然見てなかった。何が起こった？ちょっと待って待って、リプレイどうぞ。あー、これターゲット捉えてたのか。あー、これさ、ラバじゃなくてしっかりここ守ってれば勝ってた。あー、一生の不覚一生の不覚。まあ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 、しゃーなし、しゃーなし。ちょっともう、いやー、しゃーなしではないんだよな。いや、ライドラインドラだったらね、ちょっとしょうがない感はあるけど、ベビドラインドラだったら勝ちたいよね。インドラ入ってると、しかもザップもあるし、こっちには。ハイボザップまで打っ、どうすればよかったんだろう。いや、これもうショテラバ行くっしょ。ノースショテラバで。で、メガゴが出てきたということは、ここに関しては、まずはスケドラから合わせるのがいいのかな。これスケドラから合わせます。確実に。ファイブ打てないでしょ、多分。相手同じ季節あるな、これ。で、これはスケドラが早くあのメガゴ殴ってほしい。ヤナアメか。ということはこれ、これだけで終わるんじゃない、相手。ババ防衛出してもザップって、ババが生きるよこれ。オッケー。で、これ爆破であれが死ぬ。いや、オッケー、ババが入る。いや、今のはいい攻めだった気もするけど、ただ相手のあれがちょっとあれだったね。同じ敵かと思ってバンって言ったけど、スケーブとガゴ、ガゴがちょっと嫌だったね。で、これはお席から置きます。これちょっと一回守るわ。で、高めのスケドラで、ここに関しては相手何が来るんだっけ。スケドラが来る。嫌な雨だからね、相手。よいしょ。まあこのメガゴ許容かな。痛いけどね。もう一発やめろ。オッケーオッケーオッケー。ファイブ嫌な雨か。てか、あれってファイブだったっけ。あ、嫌な雨だったっけ。だけだったか。俺のファイブか。
わかんなくなっちゃった。さあさあ、あの墓石には釣られちゃうけどね、こっちのあれは。8、まあ俺も墓石置いてバルーンを警戒しながら、かも高めのスケドラで、で俺も混乱に乗じて、美味しいねそれ、マジで美味しい。オッケー、止まれ止まれ、お前ら止まれ止まれ止まれ、行くな。うわ熱い、それガチで熱いね、これめちゃめちゃ溶かれるんじゃない。矢の目使った、ババまで行っちゃう。ここからの、いやこれは止まんない、これは止まんない、これは止まんないと思う。ここら辺にガゴ来たー、オッケーオッケー。これはただね、矢の飴とファイボのちょっと違いみたいなところあるけど、相性は良かったと思う。オッケーオッケーオッケー。さっきのあれを乗り越えて63か、まあしょうがないね、ここで一旦ストップしますわ。今日は動画時間もだいぶ長くなっちゃってるもんね。さあということで、ちょっとワンチャンこれでいくかもな、ラバレでいくかもしれないというところを言いながら、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ということでお疲れ様でした。バイバイ。